では続いての話題です。6月18日南コミュニティセンターせせらぎで生駒の歴史と文化講座近世近代の生駒が行われました。講師は生駒市文化財保護審議会会長の今木義則さん。全3回シリーズの2回目となる今回は廃仏毀釈の嵐の中で竹林寺の荒廃と生駒大社の観音像の運命についてです。はじめに今木さんから資料に沿って説明があった後、参加者は円福寺、竹林寺、生駒大社をめぐる現地学習に向かいました。明治7年、仏教を否定した廃仏毀釈によって竹林寺の多くが破壊され、石堂や石段の石材などが持ち去られてしまいました。また生駒大社では神社から仏教的な要素を排除しようとした神仏分離令によって観音像が一時強光寺に預けられました。その後廃仏毀釈が収まり観音像を戻してくれないかという神社の申し出に反論した強光寺との間で裁判が起こるほどの大きな問題となりました。しかし証拠となる記録や調査の結果神社のものであると証明されたそうです。当日はあいにくの空模様でしたが、参加者は神社の観音堂に祀られた11面観音像を拝観しながら生駒の歴史に思いを馳せていました。歴史の舞台となった地に足を運び話を聞くことでより深く歴史や文化を学ぶことができますね。この講座には定員を大幅に上回るほどの受講希望があり、この日は雨にもかかわらず40人を超える人が参加されました。では最後の話題です。6月22日中央公民館で卵の殻を使ってアクセサリーを作るオリジナルエッグアートを楽しもうが開かれました。講師はエッグアート作家の坂口信子さん。この日はダチョウの卵の殻を使って作るペンダントの指導が行われました。まずは殻の大きさに合わせてそれぞれ気に入ったペーパータオルの花の模様をハサミで丁寧に切り取ります。次に表面と裏面それぞれのレイアウトを考えます。この時バランスよく模様を配置することがポイントなのだそうです。受講生の中にはシンプルに仕上げる人や違う種類の花を組み合わせて独自にアレンジする人などイメージを膨らませながら作業を進めていました。配置が決まればいよいよのり付けです。切った模様をのり付けしさらにその上から水で押さえます。出来上がった作品はどれも個性あふれるものばかり。坂口さんは見本が同じでも作る人やレイアウトの仕方によって出来上がりは様々。世界に一つだけのものが出来上がるのがエッグアートの面白さですと話されていました。この後、自宅でニスを塗る作業を行い、2週間ほど乾燥させると完成だそうで、受講された皆さんは出来上がりを心待ちにしながら持ち帰っていました。それでは最後に山下市長から、生駒国際音楽祭についてのお知らせです。今年は10月30日から11月3日までと、11月14日の6日間、ドイツからプロの演奏家を招いて生駒国際音楽祭を開催します。イベントは
生駒、高山、竹あかりの夕べコンサートに始まり、ドイツから6人の演奏家を招いてコンサートや公開レッスンを行うメインイベント、そして日野照正さんのコンサートまで様々な催しを行います。世界一流の演奏を市内で聴くことができるまたとない機会です。皆さん一緒に盛り上げていきましょう。いかがでしたか。このようにラブリーターン生駒では毎回生駒市のホットな話題を中心にお伝えしています。ご意見ご希望がございましたら電話 74-1111 内線222生駒市広報広聴課までお願いします。なおファックス 74-1105 もご利用いただけます。皆さんのご意見ご希望をお待ちしています。それではさようなら。